始まりました。あのチャンネルを拍手。今日は何をしますか？ある男性芸人の方の家にお伺いしてお部屋を訪問していきたいと思います。はい。その方は、独身の方でして、あのちゃんなりにいいポイントだったり、まあ、ちょっと嫌だなみたいな、そのお家のポイントをですね、探してもらえればと思ってます。僕に評価されんのかわいそう。ピンポンは こっちのせいで、死だからって。なあ、あんな家の扉が重いの初めてやな。自分ちの。なに？いやいやいや、僕、喉乾いたんですけど。なんその。ちょっと、俺より先にリビング行くのやめろよ。なんやねん。水ない、水。水あるよ。あった、これ使っていいやつ。あ、それ使う。すごいね。あれ、付き合ってたっけ？付き合ってた？もしかも、お前、水道水でええんか、これあるぞ。なあ。始まってまだ2分ぐらいやけど、6個ぐらい不快なことあった。でも今日はあの森田さんのお部屋を探索、うん、はい、森田さん家のお部屋担保です。こんなやつにカンペ出しても意味ないっすよ。ねえ、出さんでいいっすよ、こんなやつ。森田さん家のお部屋担保です。お部屋担保ね。森田さん独身ということで、あの、僕の評価をさせてもらいます。評価？どんなお家なのかとか、まあどんぐらいその女をもてあそんでるか見させても。いやいやいや、東袋じゃないんで。そこまでもてあそんではないです。まあまずちょっと基本情報を教えてもらいたくて。基本情報？何？間取りとか、その住所とか。いや、絶対あかんやん。絶対あかんやん。あ、一応芸能人やねんか。うん。間取りぐらいならいいけど。間取りじゃ。2LDK ですかね。うん、でも 2LDK って結構いい感じですよね、一、うん、人でしては。まあまあそうね、一、うん、人暮らしにしてはまあまあ。で、うん、僕入った感じ、うん、なんか、うん、木、はい、木でできてる。木でできてる。まあ DIY っていうね。なんか、なんで動物みたいな。何言ってんの？何なんこいつ？は？リスみたい、リス。いやいやいや、何が？トム・ソーヤの家みたいなこと。なんか木に住んでる。いやいや、木に住んでるじゃない。木が好きなのよ。何なんこいつ？は？素晴らしい。素晴らしいって思ってないやな。めっちゃいいグッドポイントでした。ほんまか。いやいや、これ DIY やってんの。 DIY ってあの、うん、作るやつ。そう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 、自分で。そういうの好きなんです。そうそうそう。でこういうこれもその木造というかね、この木の部屋に、すごい住みたかったのよ。うん、いやいや、バカにしてるやん。なあ、グッドポイントみたいな言ってて、絶対違うやん。結構ツボでした、昨日は。いや、まあまあ、鳥貴族みたいって言われる時もあるけど。でも僕の好きな部屋の感じも木なんです。嘘つけや。嘘つけや。じゃあなんでそんなバカにしたような笑い方するんで。バカにしてない、めっちゃいいと思って。でもなんか顔と合いまって、なんか動物みたいな。じゃあなんやねん。は？リスが、リスが、あ、そんなメグヘンな感じになってる。ツボです。すごいグッと。じゃあちょっと見ていっていいですか？どっから見ようかな。いやいやいや、あんま、まあ見てほしくはないけど、あのちゃんには。どう、スリッパも前借りて。あ、スリッパ、え、これ本当に全部見せていいの？見せていい、まあまあいいよ別に。でもこれも DIY。 それも DIY。 え、てかさ、ここら辺持ってんだけど、同じ種類の。嘘つけや。ガチガチ、もう多分趣味超合うよ。え、なんか、
狙ってる？狙ってない。あれ？違う、狙われてる。これ持ってる。ほんまかこれ。2個持ってる。俺これ福岡で買ったぞ。え、嘘、あの雑貨屋で買っておく。あ、そう。靴すごいね。いや、これスタッフのやろ。これ大体スタッフのやろ。ああ外側は折れないけど。でも靴すごい、これとかもかわいい。いや、スタッフのやろ。これスタッフのお前のちゃうか、これ。覚えてない。なんやねんこいつ。マジで、あ、終わりでいい。中も見て、この扉の中。なんか、ああ、うわすごい靴の量。そう、もう俺スニーカー好きやから。でも、うん、しかも綺麗。ん？綺麗に並べて、うん、でもお前なんかさ、今一瞬開けた時さ、鼻つまらんかった。そういうの絶対良くないよ。靴の量。そう、もう俺スニーカー好きやから。なあ、人んち来てさ、お前が開けろって言ってんの。絶対良くないよ。目ざとい。いやいやいや、目の端に入ったから、あれこいつ鼻つまんだって思って。いやでもあの、ああ、すごいいろんな、よりどり緑で、よりどり緑、まあちょっと昔のスニーカーが好きやからね。へー、はい、コンバースコンバースいっぱいあるし。なんでこんな好きなんですか。生まれた時から。生まれた時というか、まあそのアメカジが好きやから、そのアメカジをの靴をいっぱい買ってったらこんなことになった。そう、まだあるよ、こっちにもある。そう、これ、うん、この中ね。すごい、見たい。ほんまか、うん、あ、鼻つまむなよ。なあ、絶対に見たい。まあここはあのまだあのなんていうの、履いてないやつとか箱ごとあったりとか、こういう感じ。うん、あんまテンション上がってないな。え、ああ、これ何。あ、これね、大量の紐な。ハイカットさ、履く、あんまり履かない。それなんでかって言ったら、めんどくさいから。めんどくさい、めんどくさいやん、うん、俺な、これ全部ゴムにしてんね。え、わかる。あ、本当だ、これすごい、めっちゃ履きやすい。これはいいかもしれない。これめちゃくちゃ便利。このままほら、わかる。本当だ、こうやって。ほんで、わからんやろ。わかんない、わかんない。そう、だからこんだけのハイカットがあるってこと。そう、すごい量あるんだ。ああ、でも、まあ、普通のまだストックもあるし、ね、ゴムの。本当だ、これそこの量もすごい。そうそうそう。じゃあ次。何やねんこいつ。どこ見、じゃあこっち。ね、こっちはあんま見られたくないかもね、この辺は。え、何言っていいの。いやいや、いいけど、別にまあ大したあれじゃないよ。ああ、あ、待って、これ矯正のじゃない。あ、そうそうそう、 あのちゃんと言えばやもんな。これかわいい。俺の歯並びが悪いところが好きやったもんな。そう、すごく好きです。いやいや、歯並びを良くする気分かってるけど、僕も矯正してたから、昔。あ、そうなの。わかります、これはめてますか。いや、今はめてない。うん、綺麗になっちゃった。いやいや、お前もしてたんやろ。で、それは僕はいいの。僕は、自分は綺麗がいい。あ、人は汚い方がだいぶ綺麗になったよ。下の歯が揃った。あ、前呼んでもらった時ガチャガチャって。そう、ガチャガチャ。それがもう1年でシュッと。わあ、でもちゃんとあの前歯は残してる。うん、まあまあちょっと、うん、それちょっと商売動画。それはあんま言わんといて。僕すごい歯のファンだったの。あ、俺のファンじゃなくて。そう、俺の歯のファン。森田の歯のファンだったからちょっと残念なんです。今誰追いかけてんの。今は、はい、あの井口あの2列の、うん、あれはええんや。そう、汚いから あれがいい。え、ホワイトニングとかは。ホワイトニングもたまにこうあれしてるけどね、うんうん、あ、でも磁場ですよね。磁場よ、全部。あ、それはよかった、うん、なんかインプラントとかのし、うんうんうん、やかもしれない、うん、そう、え、インプラントって嫌なんや。磁場の方がいいんや、うん、歯に関しては、うん、歯のブロックならない。もう止まっちゃう。家とかじゃないやん。なあ、見ます。ここは、うん、そこはまあまあいろいろある。あ、あ、化粧水、あ、メイク落とし、あ、これさ、これ絶対それ何。女いるね。それ何。だってこれクレンジングバームですよね。え、俺も知らんもんあんねん。俺さ、こんなとこ別にそんな開けへんねんか。だから気づかないうちに勝手に置かれてた。置かれてんだよ。どの方ですか。どの方。もうすごいね、ほらコンタクト。いや、あ、それは俺のもあるで。それは何。これカラコンだ。おい、やばいやんけ、おい。だ、おい、ちょっと待ってくれ。誰や、おい、これ。大丈夫なんだけど、怖い。僕もちょっと怖い。誰やねん
ねんこれ降りてってんのこれはもう女の子だ。俺の他に誰か住んでる住んでるめっちゃ2つあるもんちゃんと結構移住しようとしてない。じゃあ一昨年かの年末まで彼女いたのよ、うん、その彼女のかな。でもカラコンなんかしてたんかな。なんかこれはすごいナチュラルな感じ。カラコンなんやわかんない、うんうん、もうでも誰かが置いてったんや。まあそういうことやな。お風呂うわもう風呂とかはもうちょっと別に。あでも本当になんか独身男性の汚さ、うん、そう。あとこの辺もちょっと DIY で。あ DIY でも僕ちょっと好きなポイントがあって、うんうん、こう100円均一系でこう、うんうん、なんかちゃんと整頓をする人好きなんです。ああはいはいはい。こういうのがあるとちょっと基本ポイント。あらいいね。これもそうやしな。このあ、そう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 、こういうね、そういうのしてるのは僕好きですね、うん、ありがとうございます。これしてる？このこれほんま やった方がいい。何これ。あのな風呂上がりさドライヤーするやろ、うんね、ドライヤーこことかでするやん。この辺とかで、うん、じゃないねこれな俺の技見てこれで、うん、えここでな、うん、やったら、うん、髪の毛は全部ここの中で落ちるねん。髪の毛絶対落ちるわけやん、ドライヤーやから。そうなんか…まあ、とはいえあるけど、まあ、いや、しょうがない。いやって言うな。いやって言うな。いや、しょうがないやん。落ちてる。いや、しょうがないやん。いや、まではそれ無理やろ、それは。でも髪は落ちてない。そうそう、髪の毛をこっちに全部完結させるっていう。めっちゃいい。これめっちゃいいやろ。すごいいいかも。これやってよかったな。これいいね。じゃあ、ここ。あ、まあ寝室ね。寝室あんまり見られたくないけどね。かわいい。え、どこのベッド？これはあのトラックファニチャーっていう、うん、ちょっとあの俺が好きな家具屋さんがあの大阪の、かわいいね。これめっちゃいいね。これめっちゃよくない？そこのさやつあるのいいね。これブックなんちゃらベッドっつってあのアメリカ人ってさ、うん、寝る前本読むやん、なんか、うん、あれ用のやつやん。そうなんだ。え、部屋の雰囲気はめっちゃいいです。あ、いいですか。これ何？これは内田有紀さんからいただいた直筆のやつ、うん、俺が中学の時に内田有紀さんめっちゃ好きで名前をな、うん、中学時代ノートにずっと書いてて好きすぎて、うん、明朝体で、うん、ねっていうエピソードを言ったらあのしゃべくりセブンで内田有紀さんがこれ書いてくれて、でいただいたのこれ。嬉しいね。枕元にね、うん、超嬉しい。あれしたのよね。こういうやっぱ売れていっぱい夢が叶った部屋ですね、うん、まあまあ、ね、いい感じ。まあ夢が叶ったっつったらあれやけど、はい、あのちゃんそこはもうやめとき。あ、そこやめとき。今のとこはなんで今のとこやめとき。いいの。あのちゃんあのちゃんやめとき。あ、もうそんなも、うん、あ、まだ知らんのかなこの子は。なんかお菓子の箱かなんかと思ってるから、うん、岡本株式会社。言うな。おいメーカー言うな。おいここは、まあまあそこはまああれ。あのちゃんそこはなあんまやらんほうがいいかも。あのちゃんあのちゃんなんかめっちゃ入ってる。あのちゃんそのいや誤解を招くとあれやねんけどその、うん俺エロ番組めっちゃやってるからもらえんのよ、すっごいたくさんのやつを。そう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 。何これ。いやそれはまあまああれよね、トロトロなやつね。あこれはどこに使うの。これはまあもうその全身にも使うし、まあまあボディクリームみたいなもんよ。もういっぱいある。それ何入ってたかな。それ何いただいた、自分で買ってるわけじゃない、いただいてるからね。あ、詰め替え用まであるな。ここら辺は充実してます。もうだからこれはもうね、今でこそ出してくなって。いやいや整理して出してくな。まあこれはマッサージ機なんでね、はい、いろいろありまして。何これ。それはなんか何それ熊田曜子さんとかが使ってたやつや。なんか言ってたんだ。オーガナイザーみたいな名前のやつな。
おしゃれですね、カーテンとか。あ、なんかね、いい感じのがあったからね、うん、あ、服？ここはクローゼット？ここはまあウォークインですね。すげー、ウォークインだ。ウォークイン、綺麗にね、畳んでるでしょ。綺麗に整頓されてる。そう、え、結構なんか細かいとか、うん、綺麗好き？こう、まあなんかこう、まあ整理はしたいね、こういう服の。古着屋さんみたいだ。そうなの。洋服屋さん。これ、これ所さんにもらった。なにこれ。かわいい。これ100万ぐらいするらしいです。この間所さんにもらった。着れなくない？いや、まあまあでももう着た方がいいな、これはと思って着てる。これは。緊張しちゃいそう、着て。そう。本当、なんか同じようなやつが好きなの。こう。え、一緒じゃない？これ一緒じゃないのよ。ああ、まあそんな興味ない人はもう一緒やと思うねんけどな。かわいい。一緒じゃないのよ。僕も古着屋さんとか超行くので。嘘やろもう。えって、もうバリ狙ってきてるやん。もう違う、やめてくれへん。なんで僕が狙わなきゃいけないの？はっきり言ったな。今まで我慢してたけど。いや、でも本当古着好きだから。ああ、ほんま。下北とか原宿に行くってことですか？下北、まあ原宿、高円寺とか中目黒。いや、僕そこ全部いるよ。もうええって。お前さ、逆にじゃない。いや、ええー、けど、ほんまに名古屋とかも行きますけどね。あ、僕も名古屋とか。ええって。もあと群馬とか。マジでよ。地方行って古着よく買う。なんなんこれ。おい、マッチングアプリやったらその日にやってるやつやろ。やだよ。その日に付き合ってやってるよ。やだよ。でもお互いは絶対好みじゃない。ああ森田さんは僕みたいな女は無理だし。ああ、まあまあまあ確かにな。ジャジャうまいからな。僕は森田の歯がいい。歯ももうな、直しちゃったら。そう。え、こっち？そっちはもう別に大したことない。もう部屋干し。え、何この部屋。部屋干しのための。そんな部屋ある？そう。あ、じゃあ 2LDK か。そう、俺もう外にあれするともう焼けるからさ、うん、服が。贅沢ですね、うん、いや、こだわりが結構すごいかも、うん、まあまあまあ、大事にしたいからね、服を、うん、服が本当に好きなの、うん、ちゃんとこういうのもね、おしゃれ。おしゃれにさ、ここだってそんな滞在時間ないじゃん。ないよ。でもそれでもここに抜かりない感じが、こだわりが。ありがとうございます。はい、ここら辺何？え、これ電動キックボード使ってんの？いや、使ってない。怖い、こんなんで森田さんいたら待ちに。俺でもガチキックボード持ってるからな。あの、外にあったやつ。滑れん、あ、あった。あれ、だからたまに俺、この五反田の街を俺がキックボードで、ね、キックボードとかやってる時歯乾燥しない？歯？なんか…ってなれへん。え、嘘、なったら閉じてたらいいやん、口、うん、閉じないじゃん、多分。閉じるよ、なめんなよ。その皮足りてないから出てるわけちゃうから。うん、カビってなっていいな、そこ好きで、歯の乾燥してるとこ。あ、歯が乾燥してるとこが好きな、うん、あ、グッドポイント。キックボードごときではならない。なぜよ、絶対シューって時グッドポイント、歯が乾くとこ。独特やな。うーわ、ここにも。これも、あの、これも DIY で作った。そう、すごい。そうで、これ上までな、つけて、あのタンスの上のホコリって嫌やん、めっちゃ、うん、ホコリをもう全部シャットアウトする作りにしたのよ、 DIY で。これどんくらい時間かかるの、作るの？でもまあ3日ぐらいじゃない、多分。このでかさは。いいな、うん、作ってほしい。お、作ろう。あら、めちゃくちゃ狙われてるやん。違うよ、僕そんなつもりない。 DIY やってよ。そんなつもりない。テレビの配線の次はもう DIY ですね。違う、そんなつもりない。いや、全然作りに行くよ、あのちゃん。僕も一部屋、服の部屋にしてて、でもとんでもないことになって。僕はこういうタイプので頑張ってやってんだけど、やっぱりなんかちょっとホコリがかぶるのが嫌だから、これ超いい。作ったんで、全然。マジで？こりゃいいぞ。まあ、やる気あるなら、本当に正式に本当にやってほしい。あ、ごめんなさい。何してんの？買ったんじゃないの？全部服はこっちも、うん、
ちょっと恥ずかしいけどね。うわぁ、綺麗にちゃんと。そうだよね、この、もうこのジャージなんかもう3個あるからね。本当だ、同じだね。このサッカー好きにはたまらん西ドイツ代表のジャージね。3つも、うん、3つあんね、うん、あ、でもジャージもいっぱいある。僕ジャージ大好きだから。え、じゃあそれはそうじゃん。え、どうしてですか、これ最終。それはそうじゃんって。今日告られるってこと。ねえ。だって好きなんだもん、仕方ないじゃん。めちゃくちゃアピールしてるよ。僕ジャージ大好きだよ、昔から、そんなもんです。楽しい。はい、これ全部。リビングじゃあ行こうか。え、リビング。リビングも行く。もう大体まずはリビングやけどな。うん、順番的には。じゃあまずはリビング。ここ何？あ、ここパントリー、物置。あ、でもこれいい家だな。そう、もうなんかさ、人からもらったもんとか捨てにくいやん。うん、だからもうとりあえず置いとくっていうのができるのよ。なるほどね。うん、まあ、でこういうのが。あ、まあそこもうそこ出さん方がええわ、あんじゃん。あるんだ。ああ。あ、単身赴任の家に嫁が来たみたいなね感じよね。うん、あ、ファミコン。ああ、ファミコン知ってんのか。すごい量。世代じゃないやろ。世代じゃない。ああ、すごい量ある。そう、ちょっと大人買いしちゃったのよ、その大人になってから。たまにあるよ、スーパーマリオとか宅飲みとかでやるね。宅飲み、女の子と。女の子と、うん、スーパーマリオ全面クリアしたら、エッチさせてくれとか言う。一緒。気持ち悪い。なんで健全じゃない。まあね、同意やで。同意は大事。このソファ、待って、どこの？これがだからさっきのベッドと一緒のトラックファニチャーっていう。ここま、これマジでいいやろ。これめっちゃいいじゃん。これめっちゃいいやろ。めっちゃ好きなのよ。ね、これクタってなんないの？なるよ。でもクタって、これな、綺麗に保ってんのよ。これでも、もうこうクタってなったら、うん、一回こうやったらもう戻んねん。あ、そう。いいやつだ。で、もっと使っていくと、そのクタがもうめっちゃいい感じの味になってる。そう、味として。そう、この椅子も高いですよね、確か。何これ。あ、それもそうですね。それはね、なんかかわいい。まあでも、まあ7万ぐらいだと思います。吉住さんが、森田さんがそれ買ってるとこ見て、うんうん、悩んで、でも一緒かなってやめました。吉住さん、クリエイターはこういう椅子座らないと。ああ、ここで何作業とか。ここまあリモートとか、ネタ作ったりとか。そう、OK。 ああ、すごい。いいでしょ、そこ。このテーブルもおしゃれ。これも作ったのよ。これレジンテーブルっつって、これ好きなもん入れれんねん、こんな感じ。ねえ、やってやって。もなんか僕ああいらなくなったあのガラクタとかフィギュア入れてほしい。ああ、いいやん、これいいで。よくない？このな、この中に俺はまあ CD とかさ、ステッカーとか、そうを入れて、こういうキーホルダーとかも入れれるし。あ、いいね。そう、めっちゃいい。これこれ、これだって買ったらこれ多分20万ぐらいする。そうだよ、ね、これ手作りしか無理やから、レジンテーブルって。すごっ。そう、え、じゃあ本当に作りたい時言えば作ってくれる？まあまあ、そのまあその時の感じ次第やけどな。あ、俺とお前の関係性次第やけどな。めっちゃいい、おしゃれ、うん、なんか自分で作らんのいいな。これはまあ作ってもらってんけどな、そのそういうレジンテーブル作家の方に、作家というか、そのそういうのを作ってる方にこういうのが欲しいんですっつって YouTube で作ってもらった。そう、すごい。あ、これなんだっけ。え、うちでもこれあんだよね。もうええって、ね、もう勘弁してくれ。もう病気的やわ、本当に。写真送るわ。もうね、マジでたまたま一緒なんだけど、病気的すぎる。なあ、ストーカーなん、マジで。いや、僕も困る。だって僕さ、悪夢ファニちゃんとか大好きだよ。あ、悪夢ね、うん、はいはいはい、そういうのとか好きだし、うん、こういうのも。これエバーフレッシュっていう。エバーフレッシュ、あの夜になると歯が、そうそう、歯が閉じる。もうすごいね。怖いわ、本当に。ウケるね。じゃあ、はい、行ってみて、どうでした、アブちゃん。え、なんか楽しかったかも。あら、結構見たことないっていうか、うん、相当その女の子を楽しませるという魂胆が見え見えでした。いやいや、女子あんまこういうの好きじゃないのよ。
あのちゃんぐらいでこんなテンション上がんの。なんやったら、うん、嬉しかったわほんま。うん、よかった。ここにさ初めてさ、まあ言うたら飲んで宅飲みで俺んち行こうかみたいなあるやんか。来てノーリアクションの女子とかはぁって思う時あるもん。あー、でもノーリアクションされる。ノーリアクションの人もおるよ。まずさ木の壁やった、え木の壁じゃんって言うやん、うん、なんかスッとなんかこうですだいたいそういう子はまああれよね、うん、そのまま帰っていくよね、うん、失敗するよね、うん、もうやだ。いや、やだじゃない。100点満点、100点満点中はい、はい、なんかいろいろあったんですけど、はい、じゃあ点数は、はい、100点。おらおい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 結局やんマジで。違う、ネットニュースなるでこれ。なんでキモい。やだ違うマジでよ。違う、部屋が本当に楽しかったし、僕は結構理想かも、こう憧れる、こう木のお家木とかこうなんかエバーフレッシュもあるし、あの洋服も大切にされてて、僕も洋服大好きだから、もう自分の家に帰ってきたみたいな気持ちやな。あ、そうそうそう。ソファーもね、僕これの これ同じような緑の使ってるマジで怖い、正直怖い。これはいけるかも。いけない、いけない。お互いとも良かったです。多分いけるタイプじゃなくて、まあ、何でも分からんことだったら何でも聞いて、うん、もうそっから始めような。あんまり急にっていうのもね。あれそうじゃない。今度じゃあ番組であの、うん、DIY やってもらいましょうか。やっていいね。それ1日でできるやつの方がいいけどな。どういうの。ああいうあんなでっかいのとか多分1日では無理やね。どういうのができる。なんやろうな。でも別に棚ぐらいやったらできる。おーいい、棚欲しい。なんか、うん、もうじゃあオレンジみたいにする、うん、この家みたいにしたい。何それ一緒に住んだ方が早いけどな。じゃあ次回はそれで、ね、はい、距離を詰めましょう。よろしくお願いします、はい、アマチャンネル登録よろしゅう。